こんにちは、ムーです。本日もね、花水木文学記念館からお送りしております。本日もゲストの方にお越しいただいております。音楽家のメノンさんです。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます、はい、なんと今日はですね、はい、このチャンネルでよくね、日本を代表する音楽グループ、イエローマジックオーケストラ、略して YMO のお話をさせていただいておりますけども、はい、メンバーというかリーダーの細野晴臣さん、メノンさん大ファンですけども、はいはい、ここにいるんですね。YMO を解散、散会させた後、だいぶ経ってから2000年代入ってから、うん、同じく YMO の元メンバーである高橋幸宏さんと一緒に組んだこのね、スケッチショーってグループがあるんですけど、はい、私どっちかっていうと実は YMO よりかもこのスケッチショーの大ファンでして、あんまいないですよね。あんまいない。っていうのはもう YMO っていうのは1980年代で日本を代表する そして世界的に有名になったグループなので、うんうん、元 YMO のっていう形で語られることはどうしても多くなってしまうと思うんですけれども、はい、その元メンバーたちのお三方のその後の活動なんかを追っていくと、まあ、YMO は YMO でもちろん素晴らしいグループであったと思うんですけれども、その YMO 以後の各時代においても素晴らしい作品なり残してきたと思うんですよね、うん、で特に私好きなのはこのスケッチショーっていう、うん、このファーストアルバムが2002年で、結成はね確か2001年ぐらいだったと思う。わあ、じゃあ20年ぐらいかちょうど。そうだね。はあ、20周年みたいな感じじゃん。3回後20周年あ、今がさあ、ちょうど確かにそうだ。今2021年だから、うん、ちょうどそうね、結成後20年ぐらいかな。もう20年前になるんだ、怖いね。私は自分の青春時代というのかな、過ごした時期とちょうどこのスケッチショーの活動した時期が被るので。そうか、うん、本当にね、あの追っかけやってました。あーいいなっていうのはね、メンバーが元 YMO の3人のうちの2人ってことで、3分の2ですよ。そうそうそう。YMO ファンの人たちがざわざわし始めの割に、なんかあれでも YMO 完全復活って形じゃないんだみたいな、なんかこの微妙な空気感があって、うん、でも僕個人としてはまあ YMO ももちろん好きではあるんだけども、うんうん、スケッチショーってグループ自体がもうど真ん中になったから。コスモさんってもともとハッピーエンドとかロック出身の方なんですけども、うん、YMO の活動と前後して電子音楽というか、うん、そうね、ダンスミュージックとかそっちの方にもかなり明るい方だったので、うん、ソロアルバムなんか聴いても、うん、結構打ち込みのね、生演奏っていうよりかは、うん、プログラムでこうリズム組んだりとかっていうのを非常に精通されてる方というか、うんうん、コスモさんの組む機械的なリズム、プログラミングで作りましたみたいなリズムのセンスがすごい好き、うん、打ち込みのセンスがねものすごい好き、うんうん、打ち込みって言って人間の手で楽器を生演奏するっていう形ではなくって、まあ、そのプログラミングで自動演奏させるみたいな、はいはい、だから人が演奏できないようなすごい複雑な演奏を、うん、その機械に音符を入力してって、まあ、それを自動演奏させるみたいな、うん、打ち込みっていうんですけど、打ち込みのセンスがね大好きで、メノンさん的には、はい、やっぱり細野さんの中でも特にベース、そうですね、うん、だからもうちょっと肉体的な楽器としてのベースを演奏してる細野さんっていうのは特にお好きだと思うんですけども、うん、どうですかこの打ち込みの細野さんって。あんまりこう自分の中でイメージないところなんですけど、うん、そうですか。でもスケッチショー、まあ、以前 YMO 3回後に作ってたアルバムとかはちょっと聴いてるので、うん、あの SFX とか、はい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 、あれはもうすごいですよね、うん、かっこいいと思う。めちゃめちゃかっこいい。そうだから、それからでも時間が経ってるじゃないですか。そうそう、私あの細野さん好きなんですけど、スケッチショーはほぼほぼ聞いてないんですよ。なるほどね。そうなんですよ。そんな中、スケッチショーが解散というか自然消滅的な、細野さんなんか周期があって、同じグループでアルバム3枚ぐらい作ったらもういいかなみたいなやめちゃうっていうなんかあるんだよね、うん、あってスケッチショーもセカンドアルバム出して、おーすごいとこまで到達したなとか思ってたら音沙汰がなくなっちゃって、うん、っていうのもこのグループに坂本龍一さんが加わるようになって、うん、まあ、YMO 復活の流れになっていくんだよね、うん、スケッチショーの活動自体は自然消滅みたいな形になっちゃったんだけども、うんうんうん、でこのタイミングでまた最近細野さんが毎週日曜日にやってるデイジーホリデーっていうラジオ番組があって、うん、そこにこの高橋幸宏さんがゲスト出演されて、うんうん、スケッチショーまたやるかもねみたいな話をしてて、おーみたいな、ファンとしてはね、まあ、特に俺みたいな少数のさ、細野さんとこの活動基本的に全部好きだって人でもさ、スケッチショーってそんなに興味ないよって人多いじゃない。私もそう、でもそれに近かった、まあ、俺は聞いてもらえるいいチャンスかもと思って、うん、それが、ね、2021年6月の放送で、まあ、そういった高橋さん出演された回でお話があって、活動自体は復活するかどうかはちょっとぼやかしてるような感じだったんだけども、うんうんうん、当時 CD でリリースしたそのアルバムをレコードで再発しますっていうことで、うんうんうん、7月にね、はい、でただね、なぜかメノンさんが、はい、私買ってきますみたいな感じで3枚だって持ってなかったですしね、この際聞くのにはいいんじゃないかと思って。なるほどなるほど、はい、いいタイミングですよ本当に、ね、ちょっと期待しちゃうよね。だってツイッターのアカウントもできたじゃん、うん、スケッチショー。そうそうそう、なんかこれ動き出すぞみたいな。そう、なんか怪しかったですよ ね、 ねえ、そう、楽しみすぎる、ね、楽しみ。で僕は当時2002年とか3年の頃は、そうあんまりねライブやるって言っても、うん、このグループはエレクトロニカって
ていう音楽ジャンルのグループだから、うんうん、バンド編成にしてライブ演奏をやりますって感じじゃなくって、うん、2人がラップトップコンピューターって今ノートパソコンね、そうそうそう、2台並べて、うんうん、あとちょっと簡単なね音楽機材を演奏するみたいな感じで、うんうん、生バンドの演奏って感じじゃないんだよね。だからライブの形自体も割とフットワーク軽く、うんうん、パソコン2台持ってくれば、まあ、実は、ね、裏でスタッフがいっぱいセッティングとかしてるんだけど、大掛かりなね、まあでもそういう形のライブ演奏でこのね生ライブがめちゃめちゃ良くてね、うん、もちろんその CD とか音源聞いたそれはそれでかっこいいんだけど、うん、じゃあそれをどうやってライブで再現するのかってなると、うん、やっぱりそのライブならではの独自のアレンジ、うん、音の質感がねやっぱクラブミュージックみたいな余韻があるサウンドの質感で、クラブとか行ったことある人は分かると思うんだけども、うん、やっぱり重要なのはキック、ドラムでいうとこのバスドラムに該当する音ね、はいはいはい、ドーンって、はい、あの音のプログラミングがめちゃめちゃ良くて、このスケッチショーってグループの音が何が新しかったかっていうと、だ当時2000年代に出始めていたエレクトロニカっていうジャンルがあって、で先ほどその細野さんはねソロアルバム83年とかそれぐらいかな、うん、エレクトロなんだけども、うん、あの時代のエレクトロとまた違う、うんうん、エレクトロニカっていう新しい電子音楽の潮流が出始めていて、うんうん、しかもそのエレクトロニカの中のさらに細分化されたグリッチっていうジャンルがあって、うんうん、グリッチっていうのはどういうジャンルかっていうと、接触不良ノイズって呼ばれた、例えば機械が誤動作した時のピーッと音とか、はいはい、カリカリカリとか、ああいう音をあえて音素材としてリズムの素材として取り入れて、うん、パチパチ鳴ってる音とか、ね、そうそう、あれグリッチノイズって言うんだけど、あのグリッチノイズを使ってリズムを並べていくっていう、僕子供の頃だったかな、あのギャップっていう服のブランドの CM で、はいはいはい、街にいる人たちがそこら辺に転がってるモップとかバケツとかを使ってリズムをやるみたいな、うんうん、ああいうのすごい憧れてて、要するに生活音みたいのを今サンプリング的技術で取り入れることができるから、うんうん、そういった細々とした、例えばその洗濯機のゴーッと音とか、うん、音の素材として使ったりみたいな、うん、ワクワク感があるっていうか、うん、身の回りにあるあらゆる音自分の音楽素材として取り入れて楽曲制作に生かしていくっていうセンスが、うん、細野さんすごくいいなって僕は思っていて、サウンドのニュアンスとしても実際に音源聞いてもらうとなんとなく掴めると思うんだけど、この音の質感とか雰囲気がすごく良くて、こういった音を実際にある生活音からサンプリングって形で録音して使う形もあれば、当時出てた音楽ソフトもかなり進化していて、昔だったら絶対作れなかったような音もプログラミングで作れるようになった。 YMO の時代ってこういうキーボードシンセサイザーにある既成の音でこうパラメーターをいじって音を作り込んでいくみたいな形が多かったと思うんだけども、2000年代入ってエレクトロニカの時代になると、録音した音素材をパソコンの中に取り込んで、そこに複雑なエフェクトをかけて、こういう機材じゃ絶対作れないような実現不可能な音を容易に作ることができる。しかも波形解析みたいな感じで、その録音した音素材を切り刻んでってめちゃめちゃミクロの単位で細かくやって、そのパチパチっていうターンテーブルでレコードをかけるときに鳴ってるパチパチした音を人工的に作り出すことができたりとか、さらにその音にまたエフェクトをベチャベチャかけてって、なんとも言えないニュアンスの音を作っていく。で彼らがよく使ってた音を作るための音楽ソフトとして MAXMSP っていうのと、あとリアクターっていうのかな、この2つが2大主流みたいな感じで、他にもいっぱいあるんだけど、で僕は MAXMSP っていうのをちょうどその2002年とか3年ぐらいから使い始めていて、 MAXMSP は本当にすごくて、こういうシンセサイザーをパソコンの画面の中に作り出せちゃう、こういう市販のシンセサイザーってできる機能が限られてる、だから音作ってほしい、ここのパラメータもうちょっとこういう風にできたら、そう、ね、ちょっと求める音が作れるんだけどなっていうのを自分でパソコンの中で作れちゃう、そういうシンセサイザーだから非常に自由度が高いっていうか、で特にさっき言ったそのバスドラムの音なんかも、まあ、こういうのを使って作ることもできるんだけど、もっと複雑なニュアンスの微妙な音の揺らぎとか、そのあたりをその MAXMSP とかリアクターってアプリを使って作り出せる。当時やっぱりさ、どうやってそのスケッチショーが音作ってるのかっていうのはもう音源聞くしか分かんないのよ、まあね、あのいるのよプログラマーの人が、うん、原なんだっけな、原さんてんじゃない、そう原口博さんかな、うんうん、多分この人がね鍵を握ってると思うんだけど、うん、実際だこの人に俺メールしようがすごい悩んだ時期あるもん、自分アルバム作ってる時にTJ アズマもいるじゃん、どうですかこのなんかねいいでしょう、確かこれがファーストアルバムよね、はい、これに坂本龍一さんが、ね、ゲストで参加してるってことで、ほうほう、うん、もう間接的に YMO じゃん、確かに盛り上がっていったっていうところです、ね、だから MAXMSP を使っていじくりながら、うん、どうやったらこのスケッチショーみたいなのを作れるのかって延々研究してたっていう、僕は青春時代ですね、うん、もう部屋を持ってずっと MAXMSP いじってるっていう、割と近いところまでできるようになりました。でも多分間違ってると思う、独自解釈で、うん、結構近いとこまで行ったんじゃないかな。僕がねやったのは FM 合成っていう、シンセサイザーの音作りで多いのが、まあ、この機種も多分そのノリだと思うんだけど、減算方式って言って倍音を多く含んだ音を削りながら音作っていくみたいなフィルターっていうのを使ってね、なんだけど1983年だから YMO 3回するぐらいのタイミングで出た、まあ、世界初のデジタルシンセと呼ばれている DX7、 それが FM 合成っていう方式なんだけど、こういう減算方式とは考え方が逆で、サイン波っていう全く倍音が含んでない、まあ、音の基本みたいなやつ、これだね、音差っていうのを鳴らせたりとか、時報の音、うん、
聴力検査の音だね。そう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 、これサイン波って言って、はいはい、まあ、世の中で一番シンプルな音音の元素みたいな、はいはい、こういう物質って分解していくと元素ってもあるので、うん、そんな感じで音を分解していくと最終的にこのサイン波っていうのの組み合わせになる、うんうん、一番シンプルな音の姿がこのサイン波っていうんだけど、うんうん、サイン波同士を掛け合わせて音を複雑にしていって作る。減算方式が引き算の方式だとしたら、これは掛け算で音を作って、うん、まあ、彫刻で言うとほら木をさ削りながらやっていくんじゃなくて、木の切りかすを組み合わせて作っていくみたいなイメージかな、うん、もうそれ足し算方式になっちゃうな。それはね、加算方式って言ってまた別にあるんじゃなくて、掛け算、引き算じゃなくて掛け算、足し算は足し算なんだ。このサイン波を足し合わせて音を作るって方式もあるんだけど、うん、まあ、実はその方式のシンセサイザーは昔持ってたんだけど、うん、それはいいとして、はいはいはい、DX7 はこのサイン波のねピッチに揺らぎをかけていくの。そうするとこれできるかな、うん、この音のピッチに、うんうんうん、これをこんな感じでピッチを揺らぎかけるっていうのを今人力でやったけど、サイン波に対して今ののもう何十倍も何百倍も速いスピードでグーンってやるわけよ。そうするとだんだんね音がね金属っぽい音になるので、どれくらいの速さで揺らぎをかけるのかっていうのと、どれくらいの深さで揺らぎをかけるのか。今これってさ全音上のピッチまで上がるんだけど、もっと広い範囲やることによってより明るい音になるんだよね。これ FM 合成方式って言うんだけど、ヤマハが出した DX7 は掛け算の掛け算になってるの。うまく言えないんだけど、だから最終的に出る数値がでかくなっちゃうんだよ。このスピードをどれくらい速くするのかっていうパラメータが一つ、うんうんうん、あと今、はい、上下全音音の高さを調節したんだけど、この範囲をもっと広げて、うんうん、幅が変わる。そうそう、この幅をどれくらい広くするのかいじれるパラメータがもう一つ、うん、この2つがね掛け合わさっちゃってんだよね、うん、DX7 だから最終的にこっちがめちゃめちゃ数字でかくなっちゃう。すごい分かりにくいかもしれないですけど、なんとなく掴んでほしい、うん、だけど MAXMSP を使うとそこら辺全部自分で組み立てられるから、ここを掛け算にしないで独立させて2つとも違うパラメータ掛け合わせにする。だから元々の周波数、これだったら 440Hz じゃん、ここだったら440Hz に対して何倍の速さにするかっていう書き方なのね、うん、でその掛け合わった数値に対して何倍の深さにするかっていう掛け合わせを2回やるんだけど、こっちが数値でかくなっちゃうから、だからこの元の周波数に対してスピードと元の周波数に対して何倍か独立させるの、2つのパラメータを切り離しちゃっていじれるようにするっていうのを作ってみた。なんとなくこっちの数値がでかくなりすぎちゃってるじゃんと思ったから、俺独立させたのを作ってみた。マックス MSP でしたらね、イメージ通りのキックの音が作れて、スケッチをあこれだみたいな、笑したくなかったんだけど、シンセサイザーでキックの音を作るときって、うん、この周波数の低いサイン波に対して急激にピッチを下がるようにするの、うんうん、そうするとドゥーンってキックの音が作れるんだけども、それに対して FM 合成使うと元々のピッチが下がりつつ、うん、全体のピッチが揺らいでるみたいな、うん、ものすごいスピードで揺らぎながらピッチが下がっていくみたいなの作れたりとかできるから、うんうんうん、それやると結構このスケッチショーみたいなキックが作れる、うん、これは実際に俺はそのスケッチショーのライブに行ってね、だ YMO が復活しますってなったら注目が集まっちゃう形だったんだけど、スケッチショーって割とまあ個人割とね自分たちの今楽しいと思ってる音楽をやってますみたいなノリだったから、それでも人は来るっちゃ来るんだけど、割となんかそのライブの仕方も渋谷のここのカフェで何時にやりますみたいな噂が出るのよそれを事前に聞きつけてネットの情報とか検索して、なんかやるらしいぞって噂があったら、やるかどうかもわからないのにそのカフェに行ってずっと待機してるみたいなことを僕はやってましたそれぐらいカフェで見れたら本当ラッキーだったね。結局それは見れなかったんだけど、それとは別に結構大きめの会場でもやりますときがあったから、その時はチケット買って、もうすごい迫力。なんか私映像だけで見たことあって、その時はまだ全然スケッチショーっていう認識はなかったんですけど、今思えばあれはスケッチショーだったと思うんですけど。そうか、その時代はまだ細野さん自体も知らなかった。自体もそこまで知らなくて、ただいろいろ追っていく中で、それこそライブ映像でもうラップトップで鳴らしてるんですよ、そういう音を、かっこいい音は。で次第にダンスミュージックボードになってって盛り上がってくるんですけど、2人がこうやってやりやすいんですよ。そうだ、あっと思って、そうだそうだ、あなるほどね、なんかこうやってやったりとか、はい、いつもの動きをやってて、スケッチションはそのイメージがあります。でもあそこでほら YMO の曲やってんだよね、なんかやってんだよ。あ、ピュアジャムだ。ピュアジャムの、まあ、エレクトロニカアレンジみたいな感じで、でもできそうな感じ、かなりダンサブルな感じなんですけど、やっぱ客はその瞬間盛り上がるよね。あの声が流れた瞬間にうわーみたいなでこれがファーストじゃん。これはこれでね、うん、すごく面白かったんだけど、はい、このお二人もファーストとそれに伴うライブ活動をやっていく上で、徐々にひょっとして僕たちのやりたい形ってこれなんじゃないってなんとなく見えてきたみたいなのがあったらしくて、でコンセプトはだんだん形作られていくっていうか、輪郭を帯びてくるわけ。要するにそのプチプチした音でリズムを作るっていう、まあ多分そこら辺に拍車がかかってるような気がするんだよね。ファーストの頃はまだ MAXMSP とかリアクターとか当時のエレクトロニカの音楽ツールを使って、なんか面白いことできないかなみたいな手探り。このアルバムなんかラップが入ってたりとかさ、
ご機嫌いかがワンツースリーってスケッチショーのカバーとか、まあ、これはこれで面白いんだけどね。スネークマンショーのだってこのアルバムを作るために2人合宿してんだよ。確か作詞合宿とその名前だったと思うけど、もともとゆきひろさんのソロアルバムを一緒に作ろうって話で一緒に合宿して作ってるうちに、これ2人でグループやっちゃった方がよくねみたいな、なんか盛り上がって、でそれがそのまま YMO 復活の流れになっていくんだけど、でもこの当時はもう過去のしこりとかさ、そこら辺はもう一旦抜きにして、まあ、今楽しいと思うことをやろうみたいな、なんかそういう伸びやかなノリがあってね、90年代とかじゃ絶対できなかったような可能性を感じさせるというか、本当ね、これ名盤、めちゃくちゃいいアルバムです。さあ、これたまたま今この撮影のためになんとなく用意したこのシンセサイザー、はい、入ってる音で、ね、結構スケッチショーっぽい音が入ってて、はいはい、どれだっけ、ぽい、めちゃめちゃぽい、このアルバムの冒頭の曲っぽい、ターン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 ですね。たまたまだよね、これね。たまたますごいね、ぽい音、それともこれ一応プリセットで入ってるとか、あ、どうだろうね、エレクトロニカなとこだしね。本当だ、あれメモリってか意識してるかもしれないね、これね。マイクロコルク S ね、はい、いいキーボードですよ、これ合うね、うん、そっか、でもグリッチってでも今はもう結構馴染みのある言葉な気がするな。当時はだから伝わんなかったのね。あ、そっかそっか。で、僕はグリッチのユニットを当時友達と組んでたんだけど、はいはいはい、ミクシーで知り合った仲間とね、音楽グループ。懐かしいでしょ。懐かしい。なんか今聞くグリッチっていうのは音楽用語的なってことじゃなくて、ファッションとかあっちの世界でも出てきてるね。ファッションとかそのカメラのノイズが入る、はいはいはい、あの感じ。俺もうめっちゃツボ、ああいう感じ、うん。やっぱグリッチが好きなんだよ、ね、昔から、うん。グリッチのアーティストっていうと、例えば、うん、アクフェンは違うかな、なんかいたんだよね、その当時そのグリッチで面白いことやってるアーティストっていうのが、日本人だと池田亮司って人とか、あとは教授がよく一緒にコラボしてるカールシュテン・ニコライってドイツのアーティストとか、他にもいっぱいいるんだけど、 あとザ・ブックスっていう、まあ、あれちょっと違う、 あれはちょっと違うか、あれ、ね、アメリカのグループ2人組、チェロともう1人2人組で解散しちゃったんだけど、あの当時細野さんがラジオで紹介してくれたの、電子降りてて、ちょっと前にもかけてましたよ。あ、本当に、うん、細野さんのラジオは結構あの当時の数少ないエレクトロニカの情報源だったから、細野さんがしかも選んでくれてるから間違いがないわけよ。そうね、そう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 、もうグリッチとかエレクトロニカの中でも特に面白いのを選んでくれてるから、うん、こっちで探す必要がなかったっ安心していこうっていうか、ね、そう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 、プレフューズ73だ、ボーカルチョップって言って、そのラップした自分の声を細かく波形で切り刻んで並び替えるってすごい面白いことやって、すごい面白そう。でも彼はね、ボーカルチョップっていう手法で有名になってしまったんだけど、実はね、普通に音作りが面白い、あと演奏がめちゃくちゃ上手くて、サンプリングした音をいっぱいこう叩いたら鳴るように機材に割り当てといて、それをすごいいいタイム感でドラムのように叩いてみたいな、面白そうそれ、ライブとかめちゃめちゃすごかったらしくて、うん、僕は行けなかったんだけど、はい、ショーキングユーって曲を細野さんがラジオでかけてくれて、うん、もうなんだこのアーティストめちゃくちゃかっこいいみたいな、うん、だから当時はもうエレクトロニカって音楽の面白さを細野さんを通して知ったっていう、うん、メロンさんももちろんね、自分にとってかなり核になる先輩音楽家だと思うんだけども、僕にとっても大切な存在で、でもやっぱりアコースティック細野さんじゃなくて、僕はエレクトリック細野さんなわけよ。いや、幅が広いですよね、本当に。そうそうそう、一人なのにね。そうよ。すごいですよね。本当にすごい人なのね。で、まあ、ファースト作って、はい、まあ、なんか掴んだみたいな感じになって、うんうん、確かね、ライブ中にゆきひろさんが細野さんに耳打ちするんだよね。うん、なんか次になるのこんな感じどうすかねって言って、うん、たらもう細野さんもうちゃんと分かってて、それでいこうみたいな感じで、うん、でまずセカンド出る前にこのミニアルバム、はい、トロニカ、これ衝撃的だった。これでね、そのプチプチ音を前面に押し出したリズムになってるわけよ。もう本当に鳥肌立つぐらいびっくりした。うん、その CD ショップの視聴コーナーでこれがあって、うん、って聞いた瞬間すごすぎると思って、うん、この人たちだってもう YMO とかで一時代気づいてんのに、うん、まだこんなとこまで来ちゃったの、うん、でもあの当時僕が震えるほど感動した衝撃は、うん、やっぱり YMO の時代ほど世間に広がらなかったかな、うん、それが自分の中で悔しかったというか、うん、で特にこのアルバム2曲目に入ってるクロノグラフって曲がまあかなりキャッチで分かりやすいと思うんだけども、ちゃんと歌物になってるんだけど、リズムの組み方が超斬新で、今言ったようにパチパチ音でリズムになってるんだけど、聞き流すと普通にあパチパチ鳴ってんなぐらいな感じなんだけど、よく聞くとちゃんとそれが16分割のリズムの刻みに入ってるわけよ。すごすぎる。このリズムがドーンツタターンドーンツタターン、これって別に人力でもできるリズムじゃん、やろうと思えば、うん、普通にドラムセットで。だけどないでしょ、こういうリズムやると、うん、ないね。ドーンツタターン、うん、ドーンツタターン、ドーンドーンツタターン、うんうんうん、キックとアタック、音の出るタイミングとか、うん、あとはなんかパチパチ鳴ってるんだね、うん、タンタンタカタカタカタ。これ別に生ドラムでもあり得るリズムの組み方なんだけど、でもこんなリズム組んでた人いなかったし、うん、パチパチになってたりとか、よく聞くとちゃんとその16分の配列の中に入ってたりとかっていうのすごい衝撃的で、うん、まだまだリズムっていろいろ組み立てられるじゃんってすごい思った、ね、これはクラフトワークの時も思ったけどね、うん、クラフトワークだったとマンマシーンって曲のリズムがすごく面白くて、はい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 、ドドッタドドッ
だった、なんか別に考えようと思えば誰でも考えられそうじゃないですか、ね、ちゃんと全部の音が16の配列の中に入ってて、うんうんうん、でもやらなかった人誰も、こういうことなんだよね、全然リズムって新しいの組めるじゃん、うんうん、でもスケッチ上で改めて気づかされるだけ、なんかみんなのシンプルな8ビートをどう崩すかみたいなところにとらわれちゃってて、あとまあやるとしても16ビートだけど、なんかね、うんうん、お決まりのフレーズが多いじゃない、まあビートのリンゴスターなんかすごいと思うんだけど、アデインズライフのドラムとか面白いじゃない、うんうん、センス次第でそういう新しいところにまだ全然アプローチしていけるんだ、うん、よくほら音楽のさ、あらゆるメロディーってもう出尽くしちゃってるから新しい音楽なんて作ることできないよとか言う人いるけど、全然できるじゃん、だからそういうリズムの面でそれを気づかせてくれたのが、うん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 、音も新しいし、まだまだ音楽で面白いことできるんだなって思ってた方に、意外にこの世間の反応がねあんまり良くなくて、あ、そうなんですね、うん、そこまで盛り上がってなかった気がする、うん、むしろ一部のねすごい熱狂してた人もいると思うんだけど、うん、2003年かなそれがですねって書いてあった、うんうん、でこれ今話題のコーネリアスさんも参加してるけどまあそこはまあしょうがないじゃないですか、うん、まあね、まあ、リミックス、コーネリアスリミックス、うん、あ、入ってると思う、これを経て、お、じゃあセカンドアルバムどうなるんだ、高まる中出たのがじゃんこちらループホール、あ、これ開いてないんだね、穴ね、開いてないですね、 CD だとね確か開いてた気がする、うん、まあやっぱお金かかるからね穴開けるってのレコードで、ね、ニューオーダーってグループが世界的に大ヒットしたブルーマンデーってシングルがあるんだけど、うん、あれがあのフロッピーディスクをあしらったジャケットで、うん、デザインに凝りすぎて穴開けたらそのせいでめちゃめちゃ費用がかさんだ、1枚売れることに赤字になっていくっていう、ね、恐ろしいことがあったんだけど、やっぱお金かかるんだね、これも素晴らしい大名盤、毎日聞いてました。じゃあ前編通してそういうグリッチとかエレクトロニカっぽいのかっていうと、結構アコースティックな感じの曲も入ってて、例えば最後に入ってる中見てみましょうか、ステラ、あ、そうそう、ステラ、ステラいいね、このサイズ感、うん、たまんない、ちょっと若いですね今よりね、今よりね、今も完全におじいちゃんになっちゃってる本当にステラねとかは、うん、かスケッチショー一旦落ち着いて細野さんがソロのライブやってた時に、うん、アコースティックギターでこのステラって曲弾いたら、昔からのファンの人は、うん、スケッチショーは興味ないよって人がいたから、うん、知らなくて、あの曲何ですかみたいな、いやいい曲ですねみたいな、いやスケッチショー聴いてくれよみたいな、ギター使ってますもんね、うん、その曲、さっき言ったクロノグラフも入ってるし、うん、特にね個人的に好きなのがこのスコトーマ、この曲がね衝撃的で、うん、まあ今流せないんだけど、うん、なんて言ったらいいのかな、普通に伸びる音ある、でしょうね、でディケイを下げたいから、なんかマスターしてきてるね慣れてきちゃった、うん、アンプエンベロープか、アンプエンベロープのディケイはどれだ、あ、リリースがついちゃってるね、でディレイを切ればいいんだよね、ディレイはどこで切れるんだ、オッケー、でアンプエンベロープに戻してこれか、これ良くなんだけど、うん、細切れの音がリズミックになっていくみたいな曲なんだけど、はいはいはい、これすげえかっこいいな、どういう風にプログラムというか打ち込みというかね、うん、作ってるのかなと思ってたら、インタビューでヒントが、うん、また、ほうほうほう当時はもうそのスケッチショー時点で細野さんのインタビューを読み尽くすってのをやってたから、うん、でもちろんその毎週やってるデイジーホリデーも聞いて、うん、でたまに言うのよ、スケッチショーでこういう音作りしてますみたいな、それを聞き漏らさないようにみたいな感じで、はいはいはい、この曲はインタビューで答えてたんだけど、うん、さっきちょっとお話に出した MAX MSP っていう音楽ソフトを作ってたサイクリング74っていうメーカーがあるんだけど、そこが出してたプラグイン集、はい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 、でプラゴっていうのがあったのよ、ちょっと今そこにあるんですけど、ありがとうございます、かわいいパッケージ、うん、これこのプラグインを使ってやってますよ、うん、え、俺持ってるぞとか思って、あ、たまたま持ってたんですか、聞いて買ったとか、プラグはね持ってないとダメでしょみたいな感じがなんかあったの、あ、そうなんだ、ね、この中に入ってる X フォーマーっていうプラグインを使ってますってインタビューして、うおーとか思って調べたら入っててさ、でどういうプラグインかっていうと、うん、今はその実際の音源を再現するために細切れっぽく今弾いたけど、実際はそういう風に演奏してるわけではなくって、うんうん、こうやって長く伸ばした音を、それを細切れにするプラグインがこの X フォーマットですよね。それを16分割とか、タイミングよくボリューム0と1を繰り返すみたいな、0、1、0、1ってやっていくと、タタ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 タって細切れにしてくれるっていうプラグインで、それを複雑にかけまくってやってたのが、さっきのスコトーマって曲のやり方。もうなんかこの、あ、これこれこれ X フォーマ、めっちゃなんかこれ X フォーマ、たまたまこのパッケージに X フォーマの画面がキャプチャーしてたんだけど、これわかるかな、この感じね、ボタンが16個並んでて、16個のボタンを全部点灯ランプみたいなのつけると音が切り目なくなってくれるんだけども、そのボタンを押してそのランプ点灯外すと16分割のそこだけ音が鳴らないっていうふうになってくれる、うん、そのままランプ外すとバチッと音が切れちゃうから、どれくらい滑らかにその音を01に変えるかっていう、その滑らかさもこれで1入れて、まあ、やりすぎるとやっぱりモバーっとしちゃうんだけど、それで BPM もいじれるから、まあ、16分割を48分割に変えたりとかもできるわけ、やり方によっては。これめっちゃね、で結局真似したけどあんまり俺は
いいのは作れなかった。やっては見たけど、やっては見たけど、まあこの曲の良さなんだよね。だからこのプラグインを使って細野さんが曲を作るとこんな感じになりますみたいな。 X フォーマーめちゃくちゃねハマったね。そう、これ使ってました。でこの手法を取り入れた別の曲がシングルカットしてたっけな、アテンション東京っていう曲が入ってるんだけど、あれも一緒でしょ、ダダ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 って、あれもそう分割してやってる。あのコードがどこかちょっと分かんないけど、個人的な思い出がたくさん詰まったアルバムがこのループホール、セカンドアルバムです。まあこのチャンネルでよく YMO のね動画を出させてもらってるんですけども、スケッチショーの思い出もたくさんあるんで、このねレコードが再発されたタイミングでできたらなっていうところでいろいろちょっとお話させていただいたんで、ライブやってほしいんですけどね、スケッチショー。ねどうなるのかね。めちゃくちゃ行きたい、行きたいけど今状況的に難しい、状況的に難しい。だからまあ皆さんね、このスケッチショーファンどれくらいいるのかわからないですけど、ね、細野さんファン、幸宏さんファン含めて、みんなでね、今ある情報源としては細野さんのデイジーホリデーとスケッチショーのツイッターアカウントがあるので、概要欄貼っておきますので、皆さんフォローして待ちましょうね、うん、なんかあれツイッターアカウント全然動いてないね。ちょっと楽しみですけど ね、今年年内になんか動きちょっとあるかなぐらいといいけど、まあお二人ももうねかなりのご高齢ですから、なんかやるなら早めに頼むぜっていう。そう本当にそう、楽しみです、私でスケッチショーでちょっと自分なりに思うとかあるって方はぜひコメント欄そういやちょっとねお話ししたいですよ、いやでも勉強になりました。ちょっとまだちゃんとは聞いてないので、うっすらとしかまだ聞けてないので、私も勉強したいですスケッチショーマニアの道をね歩みたいですね。ではでは、今日はそんなところで、どうもありがとうございました、勝畑電気釜。